なんで遊林堂に入りましたか？本屋とか、はい、文具とか好きだったんで、はい、アルバイト。ザキさん元アルバイトなんですか？あ、そうです。中途採用なんで。大卒アルバイト、高卒アルバイト。専門学校を卒業して。2年生ですか？じゃあ20歳の。そうそう。ザキさん20歳の時あったんですか？ありました、一応。あ、一応あったんですね、はい。どれぐらいアルバイトしたんですか？4年間4年間アルバイトして、24の時に中途で入って、試験受けて入って、24歳で正社員、はい、正社員ってことは24歳で入ったってことは、うん、もうお勤めになって50周年ぐらいってことですか？50周年してないですね。ああ、しないですか？うん、計算間違えました。36年ぐらいは経ってますね。え、ザキさん今年還暦ですか？え、違う、アルバイトも含めて。あ、アルバイト含めてですね。あ、びっくりした。36、7ね。いくさんはちなみに入社の理由？ランドマークタワーに入ってた遊林堂が好きすぎて。ランドマークタワーに遊林堂が入ってた。ありましたね。その遊林堂が好きすぎて入社したんですか？入社したらすぐ潰れたみたいなことですか？すぐではなかったですけど、はい、私が働く前に潰れました。え、そこに配属される前に？配属される前に。じゃあ店舗が好きだったんだ。すごい好きでした。なるほどね、店舗が好きで。じゃあもうやめちゃえば。え、いや、いやいやいや、別にそれだけじゃないので。